よく晴れた天気になりました。セリーグ公式戦、阪神タイガース対阪神タイガースの一戦です。解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、今日はデーゲームなわけですが、デーゲームとナイトゲーム、西さんはどちらがいい悪いというのはあったんですか？まあ、朝早いのでね、デーゲームはちょっと苦手でしたけれども、まあ、ナイトゲームはね、やはり、お客さんもたくさん来ますからね。そうですよね。まずはタイガースの先発、マウンドに上がりました。さあ、タイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね。まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね。そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。初球空振りです。さあ、2球目は何か。打ちました、流しました。渡辺抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている南。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。まあ、ここはバッター狙い撃ちしてきますから、甘いと大怪我の可能性がありますね。なるほど。さあ、何を選択してくるか。インコース決まった。膝元へ持ってきました。2ボール2ストライクです。ファウルになります。空振り三振。打順は3番小野寺。2アウトランナーありません。最初は変化球できました。高めのボール、これはどうか。ショートが取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。守ります。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方、守りますタイガースはご覧のような守備陣です。タイガース、マウンドに上がるのは先発のこれから注目の立ち上がりになります。中野、打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。これが初球。初球打ち、これはどう。飛びついて掴んだ、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。いい動きでした。西さん、いかがですか。いや、バッターはね、運が悪かったですね。諦めるしかないでしょうね。バッターは2番に入っている島田。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。次が2球目。低めは、これは入っていました。ここは150キロを超えてきます。打ちました、切れていきます。ファウル。ここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。なるほど。変化球空振り、ツーアウトになっています。打席には3番バッター森下。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。あっという間に2ストライクです。打球はレフトへ。レフトライナー掴んで3アウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。2回に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックスには4番佐藤。タイガース得点に動きはありません。0対0です。
さあ小宮山さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。ただまだバッターも様子見しているところもありますからね。2巡目以降でどう抑えていくかでしょうね。なるほど。さあここからどう抑えていくかも注目です。この球は外れています。打った、このフライはどうだ、落ちるか。島が抑えてワンアウト。5番バッター、まずはワンアウトを取っています。さあ初球は何か。初球ボール、速いボール、膝元決まってストライク。まあここはバッター甘いボールを待っているはずですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。外に逃げていくボール、よく見ています。振っていきましたが三振。バッターは DH。 ツーアウトランナーありません。際どいコースに送ってストライク。スライダー決まりました。ノーボールツーストライクです。惜しいですね。はい。さあ勝負してくるのか。ボールが少し浮いてしまいました。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー一塁。バッターは7番に入っている原口。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何で来るか。初球ストライクを取りました。2球目は何で来るか。最後まで甘くならないようにきっちり投げたいですよ。低めは外れました。これは内へ外れます。変化球空振り、三振を奪ってピンチを脱しました。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。2回の裏になります。さあタイガース、この回は4番から始まります。バッターは大山。タイガース0対0で迎える序盤の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。よく見ています。これが4球目。高めちょっと外れたか。まあここ甘いボールが来たら打っていくべきだと思いますね。なるほど、そうですか。ライト方向を流しました。この打球は落ちるか、どうだ。ライト掴んでワンアウト。バッターボックスには指名打者の甲子。まずは先頭バッターを打ち取っています。まず何を投げてくるか。最初は変化球できました。ボールになります。2球目打ちました。ショートうまくさばいて2アウトになりました。打席には6番バッター渡辺。2アウトランナーありません。初球打ち、ヒットになった。2アウトからランナー出ました。タイガースです。2アウトランナー1塁。バッターは7番に入っている野口。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球から行きました。スピードボールを持っています。あーよく見ましたね。まあここ甘いボールを逃す。走ってきた。キャッチャー送球してセーフ。オールイン成功。これで一打先制のチャンスですね。手が出ません。三振。攻め切ることができませんでした。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。
3回に入ります。タイガースの攻撃、8番バッター前川。タイガース得点に動きはありません。0対0です。さあ小宮山さん、まずは先頭バッターですよね。そうですね、塁に出して余計な神経は使いたくないですからね。まず先頭バッターはしっかり抑えたいところですね。そうですよね。外へのカーブ外れました。インコースを厳しく攻めます。ツーボールツーストライクです。平行カウント、引っ張った、よく追いついた、アウト。スタンドのファンも沸いています。いいプレー。バッターは9番に入っている坂本。まずはワンアウトを取っています。初球は何から入ってくるか。インサイド落ちました。これはどうか、アウト。ツーアウト。打順はトップに帰って塚本。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。初球大きく外れています。次は厳しいところに決めてカウントを整えたいですね。なるほど、そうですか。3球目は何で来るか。ナイスボールですね。はい、ワンボールツーストライクです。ボールになります。さあ仕留められるか。変化球で空振りを取ります。スリーアウト、チェンジ。この回タイガース3人で攻撃を終えています。これから3回の裏、タイガースの攻撃。8番バッターはキャッチャー梅野。タイガース得点に動きはありません。0対0で迎える中盤の攻撃です。さあゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っていません。西さん、緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のバッターの心理状態はどんなものなんでしょうか。まあ、とにかく難しく考えないことですね。とにかく積極的にしっかりとボールを絞っていきたいですよね。そんなバッティングができるんでしょうか。低めの変化球は決まりません。バットに当たりません。三振、ワンアウトです。バッターは9番に入っている5番。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。変化球ボールになります。これが3球目、ストライクになります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ボールになります。打ちました。これはセカンドライナー。打順は1番に帰ります。バッター中野。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。空振り、スピードボールを持っています。ボールになります。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。この回タイガース三者凡退です。3回終わって0対0同点です。4回に入っていきます。タイガースの攻撃、バッターボックスには2番南。タイガース得点に動きはありません。0対0です。打ちました。セカンド取った。アウト、ワンアウト。バッターボックスは3番小野寺。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずは先頭バッターを打ち取っています。さあまず1球目、初球打ち、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。ワンアウトランナー2塁となりました。
さあタイガース先制のピンチです。ここはしっかり抑えて自分たちに流れを呼び込みたいですね。なるほど、そうですね。まあそしてこのバッターは逆方向にも打球が伸びてくる。いい当たりだ。セカンド正面掴んだ。一塁アウト。ツーアウトランナー三塁とかあります。最低限ランナーを進めてきましたね。まあ、そして次は警戒すべきバッターが相手ですから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。そうですね。さあ気をつけていきたいバッターボックスです。ふわふわっと上がった。これはファウルグラウンド。ファウルボールです。ファウルです。まあ、次の球もストレートはあれですね。なるほど。低め外れました。低めは外れました。これは外れた。粘られてフルカウントになります。ライトへ掴んでスリーアウト。先制は許しませんでした。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対タイガース4回裏の攻撃になります。バッターは2番島田。タイガース得点に動きはありません。0対0で迎える中盤の攻撃です。ちょっと攻めあぐねているので、なんとか出塁して彼の機動力を生かしたいところですね。そうですね。3球目打ちました。ヒットになった。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス森下。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。ボールイン成功です。これでアウトを増やさずに一打先制のチャンスになりましたね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。全くその通りですね。ストレート打った。ショート取った。一塁アウト。ランナー二塁はそのままです。さあそして打席には大山入っています。ここはいいバッターが続きますからチャンスですね。さあアウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなぐ。初球打ち一塁アウト。ランナーは変わらず二塁です。積極的に打ったのは良かったんですけどね。ただ次が勝負どころで頼りになるバッターなんでね、ここはチームとしても期待がかかりますね。このチャンスに期待がかかる方針打席に入っています。これは低めストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。低め、これは外れた。おっと惜しい。ボールになります。ファウルです。見逃し三振。ランナー釘付け。ここはチャンスをものにすることができませんでした。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。さあバッテリーの思惑は何でしょうかね。まあ、そうですね、やはり長打は避けたいですから、高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ファウルになります。ノーボールワンストライクです。低め外れました。インコースボール。さあ4球目は何か。なかなかタイミング合いません。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。変化球が高めに抜けます。スリーボールツーストライク。バットに当たりません。三振。まず一つアウトを取りました。バッターボックスには7番原口。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーはタイガースが、そしてタイガースが、この2人の投げ合いとなっています。打った。これはどうだ。ヒットになりました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックス前川。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。まずはアウトコース。いいですね。外に逃げていくボールですね。はい、外のボール打ちました。痛烈。これはどうか。右中間へのヒット。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガースピンチになりました。
ワンアウト三塁二塁です。さあそしてバッターボックスには坂本入ります。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、バッテリーもしっかり警戒していると思いますので無失点で切り抜けてほしいですね。なるほどそうですよね。まずは見送ります。ワンボール。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。内へ。これは決まった。ワンボールツーストライク追い込んでいます。この球は見送ります。ここは内野は前進守備ですね。まあ、バック変化球打った。ボテボテのピッチャーゴロ。一塁アウト。ランナーは変わらず三塁二塁です。この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。まあ、まだピンチが続いているわけですけどなんとか無失点で切り抜けたいところですね。そうですよね。さあこの場面で低め抜けていった。セカンドランナーサードがバスを蹴った。サードランナーがホームに帰っていきました。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。タイガース先に点を取りました。2対0になりました。タイガースなおもピンチが続きます。タイガースここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の岩貞。ここで離されたくはないですね。まあそしてこのバッターはチャンスに強いですから丁寧にいった方がいいでしょうね。その警戒すべき南打席に入っています。変化球打っていった。この回の攻撃はここまで。しかしこの回タイガースついに均衡を破りました。2対0タイガース先制です。これから5回の裏追いかけるタイガースの攻撃。バッターボックスは6番渡辺。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。タイガースビハインドで迎える中盤の攻撃です。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほどそうですか。インコース見送ります。ワンボールツーストライクです。三振になります。ワンアウトです。7番バッター野口。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これが1球目。まず打ちをついてきました。スピードボールを持っています。インコース決めてきた。3球目打ちました。レフト掴んで2アウト。打席には1番バッター梅野。2アウトになっています。初球ボール。切れてますね。確かにキレがいいように感じますね。インサイド見送っています。ワンボールツーストライクと追い込みました。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。反撃したいタイガースでしたがここは三者凡退に終わっています。ゲームは6回の表に入ります。タイガース打順よくこの回はクリーンアップから始まります。小野寺バッターボックスに入ります。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。タイガースビハインドです。さあ小宮山さん、これ以上離されると厳しいですからしっかり抑えていきたいですよね。まあそうですね。この終盤に点を与えないことですよね。そうですよね。一球一打に集中してほしいと思います。打ちました。レフトに大きな打球。さあどうだ。レフト深いところ破っていきました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。インコース決まった。さあ3球目は何か。打ちました。ショート取った。2塁を送ります。セカンドフォースアウト。1塁送球アウト。ダブルプレー。
バッターボックス。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがライトフライに倒れています。タイガースダブルプレーでランナーなくなりました。初球ボール際どいコース、ストライクです。スライダー外れます。打ちました、ライトの前、あっという間にライトへ。これが今日の初ヒット。ツーアウトランナー一塁、バッターボックスヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド見送っています。バッター有利なカウントになりました。インコース思わずバットが出ました。バッテリー後がなくなってきました。そうですね、バッターを、ね、意識しすぎたかもしれません。フォアボールのランナーを出しました。得点圏にランナーを進めています。小宮山さん、どうでしょうかね。ちょっとコントロールに気をつけたいですよね。低め打った、ファーストが抑えた。そのまま一塁に入ってスリーアウト。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。2対0タイガースがリードしています。今日はボールが多く苦しいピッチング、球種の割合はご覧の通りです。6回の裏追いかけるタイガースの攻撃、バッターボックスには9番、5番、先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。タイガースビハインドで迎える終盤の攻撃です。西さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。やっぱりこの回でね、得点できるかできないか、これは大きいですよね。打順はトップに帰って中野、まずはワンアウトを取っています。これが初球、インサイド外れます。スピードボールを持っています。ちょっと合わないようです。次が3球目、低めに外れてボール。打ちました、南アウト。ここは送球が間に合っています。打席には2番バッター島田、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトランナーありません。初球空振りです。いいストレートですね。ノーボールツーストライク、見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。タイガースの反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。ゲームは7回の表です。タイガースの攻撃、打順は8番前川、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。タイガースビハインドで最終回を迎えました。さあ小宮山さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。最後まで踏ん張れるかどうかだと思いますよ。最後の攻撃に託すためにもきっちりここはゼロで抑えなくてはなりません。さあ勝負してくるのか、ボールになります。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。9番バッター坂本、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。岩貞、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール、打ちました。ボテボテ、ショートが前に来る、取った。2アウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター塚本、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。2アウトランナーありません。最初は変化球できました。これは手が出ないか、打ちました。中野
一塁アウト、スリーアウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。2対0タイガースがリードしています。最終回タイガースの攻撃、そしてタイガースがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ簡単に打たせてくれる相手ではありませんが、何としても攻略しなければなりません。バッターは森下、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。タイガースビハインドで迎える最終回です。西さん、最後の攻撃何としても塁に出たいですよね。簡単に終わらせたくないですからね、頑張ってほしいですよ。この最後の攻撃、ドラマを作れるんでしょうか。ボールになります。落ちる球を持ってきました。打ちました。この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、ヒットが出ました。ノーアウトランナー二塁です。さあタイガースチャンスの場面を迎えています。彼らのホームランで一気に同点ってこともあり得るんじゃないですかね。うん、そうですよね。まあ初球から積極的に行くバッターなんで、ファーストストライクから振ってくるんじゃないですかね。西さん、バッターの大山、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、状況によって変わりますが、もともとは早いカウントから積極的に打っていくタイプで、ボールを強く叩こうとする。ストレート打った、ショートの右、抑えた、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。さあそして打席には宝志入っています。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。こういった終盤でのチャンスをいかにものにできるかというところにかかってきますから、ここはしっかり得点したいですよ。なるほど、そうですね、ここは最低でも犠牲ぐらいという場面ですね。さあ外してくるのか、空振り三振、ランナー返すことができませんでした。帰り外野フライでもというケースだったんですが、さあそしてバッターボックスには渡辺が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。もうこういったチャンスで返しておかないと苦しくなる展開ですから、この打席はしっかりランナーを返したいですよ。なるほど、そうですよね。インコースで低めのストライク、ワンボールツーストライクです。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。試合終了、タイガース痛い敗戦となってしまいました。西さん、あと1本が出なかったですね。そうですね、まあとにかくね、やっぱりチャンスで打たないとね、点は入らないですから、明日以降頑張ってほしいと思います。明日以降の修正に期待したいですね。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のタイガースですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガース敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。